ジェフリー・トーマス・ハートリーブは、アメリカ合衆国入りのイシュー・マディソン軍ハイランド、出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のボストン・レトソックス参加所属。2015年の MLB ドラフト37巡目で、ニューヨーク・メッツから指名されたが、この時は契約しなかった。2016年の MLB ドラフト29巡目で、ピッツバーグ・パイレーツから指名され、プロ入り。 契約後、参加のアパラチアンリーグのルーキー級、ブリストルパイレーツで、プロデビュー。16試合に登板して4勝1敗1セーブ、防御率4.44、28奪三振を記録した。2017年は、A 級、ウェストバージニアパワーと、A 級ブレーデントンマローダーズでプレーし、2球団合計で39試合に登板して2勝6敗、9セーブ、防御率2.12。 六十二奪三振を記録した。二千十八年は AAQ アルトゥーナカーブでプレーし、四十七試合に登板して八勝二敗中セーブ、防御率三点二四、五十六奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。二千十九年は開幕をトリプ a a 級インディアナポリスインディアンスで迎えた。5月17日に、 メジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、翌18日のサンディエゴパドレス戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは29試合に登板して0勝1敗、防御率9.00、38奪三振を記録した。2020年は21試合に登板して1勝0、敗、はい、防御率3.63、19奪三振を記録した。 2021年7月3日にジョンのゴースキーの加入に伴ってディエフェとなった。2021年7月9日にウェーバー工事を経てメッツへ移籍した。9月2日にディエフェとなった。2021年9月4日にウェーバー工事を経てボストンレッドソックスへ移籍した。移籍後は参カのトリプル A 級ウースターレッドソックスへ配属され2試合に登板した。 9月23日にディフェとなり26日にマイナー契約となった。ありがとうございます。